こと、声優、磯村智美と、フリーライターの、マジアカジだ。二人のペルソナファンによる、ペルソナファンのための、バラエティ番組、ペルソナ、ストーカークラブ。特別編。第3回配信で、MC のイソッチと、マフィアカジタが挑戦した、ペルソナ級、シャドウ、オブ、ザラビリンス、FOE 討伐。今回は、本放送ではカットされた部分を、加えた、再、編集版をお届けします。恐怖のマハジオ、ペルソナ級に FOE は実在した、恋の迷宮の地に植えた天使、未公開、完全版。さて、二人が戦うのは、一体、どんな FOE なんでしょう。今ちょっと、あそこで、プランプランしてるのがですね。あれが FOE。FOE。見れます？見える？で、しかもこう、ほら。こう。カメラいじれるんですか？うん、カメラいじれるよ。なんか変な FOE ですね。ね、なんだろうね。なんか、歪んだ性癖の現れ。うん、そんな感じがするよね。これ。どんだけ歪んでるんだろう、ね、ちょっとどういう変態の FOE だこれ。この変態をやっつけるための我々のパーティーはと言いますと、まあ、P3 の主人公、P4 の主人公陽介、そして新キャラのゼントレイでユカリッチと、まあ、ユカリッチは回復だよね。なんか混成ですね。バランスのいいメンバー構成ですが、アイテムや装備はあまり揃っていないようです。不思議な。スキルをとりあえず見てみる、パトラ、タルンダ、あこの辺は大切よね、まあ、アーディブフ、マハブフ、なんだこれ、自立メメント、初めて見たけど状態異常、状態異常、なるほどね、状態異常を防御する、なんか状態異常使ってきそうな敵だからな。そうだよね、あいつが異常だからな。ヘイトイーター、なるほど、挑発みたいな、スクカジャ、ジオ、ムド、プリンパ、ティアドロップ、ライゴーザンがあって、まあ攻撃を受け止める役割ですかね。要するにもなんかタルカジャもうち多いな。ツインスラッシュ、いや、封じ効果は必要じゃない？即封じか、なるほどなるほど。封じ、でも封じ多いね。なるほど、封じ使いたいところですよ。これどっちを先に使うかだな。どうすけこういうポジションなんだ。まあ、封じができると楽なのかな。その敵がどんなタイプの技使ってくるか次第ですよね。でもなんとなく状態異常を解除する魔法が入ってるってことは、状態異常攻撃を仕掛けてくるから先に頭とかを封じたいところだ、まあ、状態異常絶対ありそう、あの形からして、で回復、回復は全トレイもしてくれるのね。リフレッシュとかもね、ほらね、状態異常とかリラックス、で、あとはこの辺はあれかね、あの銃とかで攻撃する系なのかな。こいつらペルソナの技は持ってない。どうなんだろう。ないですよ ね見た感じ。不思議なことですよ。これは召喚しないのかな、メディア、まあこの辺はそうだよね。雷耐性上げるか、雷攻撃使ってくると思う？見た感じ黄色っぽいから、なくはないんじゃないですか。可能性としては。でも割とバランスいいパーティーです。それぞれ役割がはっきりしてる。ちなみにアイテムは何があるかな。まあパトラジェムこんなにあるってことはきっとやっぱ状態異常されるんだ。どうします？カエレールで脱出します。このコーナーばっさりカットされちゃうけど。帰りたい気持ちはある。でも、ね、実際ね、使いますよね。ないとダメだよね。実際ないとね。意図持った？意図ないよ。意図ないよ。今回はカエレールだよ。装備だ。装備。そうか。なるほどね。なんでユカリだけラベンダーポプリがついてんだろう。SP20。やっぱ回復で使いまくるからじゃないですか。なるほど。このなんか。アクセサリーついてないところがこにくいね。ギリギリに調整した感じがするよ ね、 つけといてくれよ。もうちょい余裕を持たせてくれね。なんか勝たせるつもりが基本的にないんですよね。ないよね。あ、本当だ。あ、ない。ペルソナ持ってる。ペルソナない。ほほ、これはなんか重要な情報じゃないですか、ね。入れ替えもできるっぽいけど、下手にやったら
そうだね、恐ろしいことになるから、うん、怖いから このままで行った方がいいのかな。フォーメーションもこのままで行った方がいいよね。そうですよね。多分ギリギリ勝てる構造に組んであるんでしょうから、うん、パーティーを確認した2人は、おっとぬるいんじゃないですかなんて言ってますが、本当に大丈夫ですか。いざ回戦。じゃあ行くか。ぶっ込んでいきましょうよ。うわー、ちらっ、いや、そうざい、ちょっとなんかケツ、ケツを見せてますけど、これ本当何の、何なんだこれ。これシャドウか。シャドウですよね。馬っておむつとかしてるこれ。よし。あ、なんかさっきと方向違うね。場所は変わんないけど向きが変わってる。どうやら方向転換するタイプの FO1 です、うん、でもこの調子ならとりあえず横から行っちゃうんじゃないですか。よし、ふざけた変態野郎め、来た。さあ初戦闘です。絶対も言われてるけどね。もう逃げろって言ってんもんな。どうするか。まずはこれはね、状態異常治療は まだかかってないとして、負けないからたるんだじゃないですか。やっぱ攻撃力下げます。これ直接攻撃タイプかなこいつ。まあとりあえずやってみましょう。まあ一応やっとこう。んでヘイトイーターじゃないですか。いやでもね、ちょっと死ぬかもよ一発で。そんなことないか。いやでも他のやつに行った方がまずいですよ。スクカじゃないですか。まずスクカじゃあ異例のヘイトイーターじゃない。そんなの間、うん、命中率回避率アップさせてからの、そうそうそう、うん、でも味方1体ですよ。そうか。じゃあまずは寄せないとまずいんじゃないですか。寄せてみる、うん、やっぱりあのいろんなゲームでも最初にタンクがヘイトを稼ぐのは定石じゃないですか。ヘイトイーターを、まあ、これ連続攻撃が来たら死ぬでしょうけど。うん、じゃあ次、どうするか。ああこれだよ。どうするかだよね。中確率麻痺効果、麻痺効くかなこいつ。麻封じ、即封じ、即封じか。本当は脳天落としとか決まってね、なんか麻封じ行けばいいけど、最初に速を封じた方がいいのかな。まあ、ここはお任せしますわ。ちょっとどっちもこうつけたかったい。普段は私もう脳天落とし派なの、うんうんうん、でもなんとなくなんだけど急がば回れで速を封じた方がいいような気もしないでもない。好きだそう、うん、あ新キャラでどうするよ。彼らは呪いか。呪い効果とか与えてみる。効くかどうかとりあえず検証してみましょう、うん。ユカリッチはやることないから今のところね。一番下なんです。一番下は電撃耐性。あ、もしかしたら電撃使ってくるかもしれないから上げてみる。やってみましょうか。やることないしね今のところ。回復ターンでパターンあると思いますけど、うん、おいい悪魔つけてますね、うん、何とかですか。注目の的ですよ。やってやるぜ。おお、あれペルソナ入れ替えられるんだな。ねえ、うん、陽介も入れ替えちゃってたよね。陽介はジライアじゃないって、ね、珍しいな、初めて見た、うん、今聞いてた。どうだっ聞いてた今どうだった今。あ、なんか聞いた。聞いた。これ何今日か。呪い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 聞くんだ。呪いが聞いたってことはどんな効果が発揮されるんですかね。呪いワンターンごとにダメージを与える。あ、違う、自分が攻撃するときにダメージが当たるんじゃない。おー、でもいい調子ですね。とりあえずいきなり聞きます。あれ、タロンダはどうだった。ミスったんだっけ。いや、ちょっと見てなかった。ちょっと誰か覚えてる。誰か覚えてますよね。確か。あ、タロンダ聞いてる。タロンダ聞いてる。じゃあタロンダ聞くんだ。聞いてたから、じゃあ次何か新しいのぶち込む。技だよねここは、うんうん。どうする。なんか弱点が何なのか知りたい。欲しいよね。でもこんなにブフ。とりあえずブフ打っておく。でヘイトは上げちゃったから、ヘイト上げたからスクカジャじゃないですか次。よし、じゃあスクカジャ、自分にスクカジャをかけて、うん、でじゃあ次は、うん、脳天落としがダメだったんだよねさっき。さっきスキャースローですよ使ったの。そうだっけ、はい、じゃあどうしよう。脳天に行く。そしてモラルスリープ当たったからな。モラルリープはモラルリープ当たったので、だからさっきがブフ言ってるから炎とかをやってみる。弱点あるかどうか見てみましょうか、うん、でユカリッチはジオですかね。なんか戦い方としてはなんかペルソナと本当世界中の混合みたいな感じになってますね、うん、戦略的に。とりあえず弱点を探る、うん、これなら慣れ親しんだ戦い方だ。ダメだな、あ効かないな、うん。あ、ブフだ。ブフ弱点だ。なるほど、これいい調子じゃね。あーでも
ユカリッチが麻痺ならいいよ、混乱じゃないから回復できますかね。うん、これはブフで攻めていくしかない。じゃあとりあえず状態異常回復持ってましたっけ誰かが。パトラ地上メメントはちょっと待って、あこれじゃないですか。あじゃあ下に、あ同列だから違うわ、ダメだ自分の列しかダメなんだ。じゃあパトラか、本当はブフでいいね、行きたいところだけど。あでも他に使えるやついませんでした、状態異常回復って。アイテム使わせます。そっかね、じゃあここでブフにしようか、うん、じゃあブフにして、どうしようかな。タンクとしての役割を果たしてもらいたいですね。じゃあスプージャージャーを重ね掛けするか。あ重ね掛けしよう、うん、3回までいけるんじゃないかな。陽介は陽介にアイテム使わせるのはどうです。使わせるか、じゃあ、うん、アイテムでパトラジェム1個しかないの。2つ。あ怖いな、2つ。お2つはちょっとやだな。でもユカリッチ回復使えないのはまずいかもしれないけど、まだ持つか。持つんじゃない。じゃあちょっとこのターン見てみますか。即封じとかやっとく。さっき聞いてなかったですよね。脳天落としがダメだったんじゃなかった。タルカジャってみる。そうですね、タルカジャで。タルカジャか、でも攻撃力でしょうかな。そうする、でもそうか、今はでも攻撃力は出てもしょうがないのか。とりあえず即封じをやってみようかな。効くかもしれない、うん、何回かやってみることが。でここは氷か、氷です、ね、あと回復系リフレッシュ。あ状態いけるいける、リフレッシュいけますね。お前が動ければいけるってことだよね、うん、味方一列の状態で。下のカラーの列ですね、うん、こっちに、しよう。そしてなんかないのかな。技まだ使ってきてる ませんよね、うん、雷じゃなかったですか今。いやでも今回復してもしょうがないから、うん、でもさっきガルそんなでもなかったんだよね。デビルタッチとかやってみます。いや ジオにしてみる。ジオこれ回復しそうだな。やめよう、じゃあアタックにしよう、よし。まずこいつが技を使ってこないのがまだちょっと怖い、ね、減ってくるとまずそうなんです。よし、いいよいいよ。あ聞いたんじゃない。聞いた、うん、多分聞いたんじゃない今。よし、今のエフェクトって聞いたってことですよね。うん多分、うん、あダメだった。あ今雷の技使ってきました。うん雷っぽかった。やっぱり雷耐性上げた方がいいっぽいですね、うんうん、あでもユカリッチはもう麻痺が治ったから、うん、私もだ。よし、これはジオ使ってたら吸収されてたかもしれないですね。危なかった。どうしようかな。3ターンだからあと1ターンあるよね。まだ持つから。じゃあスクカジャ行っての即封じ行ったから、次は脳天落としでちょっとやっぱ封じたい。うんで一応リフレッシュ使ってみるか。そうですね、うん、でユカリッチはアタックしとこうでいいのかな。あユカリッチは何もそうだよね、回復ないんだもんね。状態の回復雷の壁とか使ってきます。でも3ターンだからあと1ターンあるよ。まだそうか、まだ持ってる、まだ持ってるから、うん、あでも延長するか。いやでももう1ターン見てみましょう。見てみる、うん、よし、じゃあ普通にアタック。これ今のところ割と余裕を持って戦えてる気がする。うん、頼む力を。当たれ。おあでも、うん、かあれ封じはしてなかった気が、うん、うん、あダメだ。あ、魔法銃だ。いや、おあでも結構痛えな。うん、壁使ってこれか。よし、陽介回復した方がいいなこれ。そうだね、うん、あの敵は氷結属性が弱点です。よく分かってる。うん、3これで延長したから次からヘイトをヘイトイーター使って、まだ麻痺ってんのか。そうなんだよね、まあ、ユカリッチが回復できるからいいとして。そうなんだよね、ここで使っちゃうと HP を削ってるから、まずいですね。アタックかディフェンスをさせるかどっちかかな。でもアタックで大丈夫そうだね。ちょ、ほんと回復しねえな。ね、意外と。よ、じゃあユカリッチにはディアで
陽介を回復でいいかな、うん、いけいけ。あとどれぐらいなのか全然わかんないけど頼むよ。いやでも結構まだまだピンピンしてると思うんだよな。お、来た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 、やっと復帰したよ。あ、もうこれいいんじゃない。これ調子いいな。調子かなりいいと思うよ。倒せちゃうんじゃない。なんかいけそうだな。あの、倒せなかったら帰れまてんみたいにずっとやりましょうよみたいなこと言われてたけどこれいけちゃうんじゃない。いけんじゃね。順調な滑り出しを見せるものの FOE はそんなに甘くないようです。3ターン、まあじゃあ普通に戦って、ここは10問、あ、ダメだ。物理攻撃高そうじゃないですか番長。うん、でもほら、うん、技はさ大鉱山だからアタックやってみたらどうですか。普通にアタックにするか、うん、じゃあタルカジャーかけとく、うん、よし。でここでやっと、やっとだよ氷。つか人ボイト多いな。まだまだあんなには残ってんだ。本当だ、いけないかもね削りが小せえ。削りなあ、こんなにだって見切ってんのに、うん、よっしゃいけ。長期戦になるわ。呪ってるのがまだなんとか、うん、これやっぱ封じとかが、でもこれ呪いで上昇し、あ、結構効くな、うん、ダメージがどの程度上昇してんの。封じを使った方がいいんじゃない、やっぱり封じかな、うん、これさ、おい一発で半分くらい持っていかれますね、うん、やっぱこれさ、なんか、うん、リーダースキルなんだこれ。あ、そうかそう、これが溜まってる時は世界樹の時って横のマックスだとなんか使えたはずなんだけれど、今回もじゃあ今回もあるんじゃないかな。でもこれってやっぱり最終的な、そうです、一回ここで使ってしまうとまだ序盤すぎる気もするから。でも結構、うん、2人ブフ使いがいて、うん、これ溜まりやすいと思うんだよね。さっきだって、うん、ウィークポイントをつくとなんか溜まってる感じがするんだけど、やってみます。うん、チラッて見ちゃった今溜まってる感じがするんですけど、その読み当たってると思います。よし、じゃああれじゃない、やっぱこの俊敏の能力を使って全体的に上げるので、スキルでブフ当てるの、うん、でアタックするの。ブフーラとか欲しいわ。本当だよ、スノブフちょっと火力足りないわ。足りないよ、どうしよう。ここで脳天落としをもう一回やっとくか、うん、行ってみましょうよ。42なくなるけどね、回復すりゃいいっすよしよし、一応ギア念のため回復しといた方がいいかな。ギアで、あ、でも結構番長もね、さっき一撃で半分減ったからもう一旦は耐えれると思うんですけど、まあでも、うん、転ばぬ先の杖でやっとく。メディアするか。あ、ディアでいいんじゃないかな。でもメディアと6、うん、2回そうか打ったら2回相当ですから。そうだね、じゃあメディア、うん、もう1回耐えてメディア積みするか。す、ね、これで死ぬってことよくありますけどねやめてよ、不吉なこと言わないでよ。今までの攻撃パターンからすると多分大丈夫なんですよ、うん、変なことやってこなければね、うん、あ、向こうでもあれだ、呪いが解けてる。本当だ、まずい、ちょっと待ちたまえ。もう1回かけます。どうしようか。そうだね、そうしたらどうしよう、ちょっと脳天を、でもそうか、もう一回かけるにしても一回かかった状態以上の蓄積率みたいのがあるじゃん確か、うんうん、2回目がかかりづらいから違うやつで行った方がいいよねきっと。とりあえずこれで行ってみよう。怖え、まあ、ある程度パターン構築できたからあと繰り返しだけどな。お、来た、よし、全部上がった、うん、いけいけ、任せろ。しかしウィークなのに槍はあんまり効かないな、うん、ね、でもプレッシャーじゃないかな。あ、結構効いてるけど、ダメージ、あれ 115? これまずいな、やっぱ、はい、メディアでどのぐらいいくかな、うん、癒しの風をしてもいいけど、うん、残り3つか、うん、癒しの風いっとこうかな、うん、このヘリを見た感じ使ってもいいんじゃないですか、ね、うん、まあ大丈夫な気がする。これ全開かな、全開じゃない、小回復だった、うん、小回復か、うん、小回復、まあいけるんじゃないですか。一応使っておきの、うん、ブフ使いの
ヘイト、ヘイトありましょう。ヘイト上げた方がいいですね。うん、番長以外のダメージ超でかいですね。うん、そしてここ普通に、普通にやっぱりここアタックにしとこうかな。うん、なんかねあんまり槍が効かない気がするわけですよ。もっとアタッカー欲しいな。そろそろあとあれだよね、雷やんないとやばそうだから、うん、とりあえずメディア、うん、癒しの風、任せる。どうなるんだろう。ひぃひぃ怖えなね。何してくるかな。ゆかり早く、ゆかり、やばい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 、あやっぱ来た、あかん、やばい、やっぱりこのパターンか。あくっそー、やっちゃったよ。先に雇ればよかったかな。ここで二人の嫌な予感は的中。回復前にペルソナ3の主人公がダメージを受け戦闘不能に。やっぱりこのパターン来るよな。もう違いしの弾しかない、うん、まだ立て直せる。どうしようかな、どうしようか。ツインスラッシュでもなんかもうここは怖いから、普通にここちょっと安定策を取った方がいいと思いますけど。そうだね、うん、ちょっと待って、スキルで回復あったよね。うん、味方一列の小回復か、上の段を小回復させて、これ2回くらい使った方がいいんじゃないですかね、メディアとか。そうかな、前回まで持っていった方がいいと思いますよこれ。いや私早く雷をかけた方がいいような気がする。いや今マハジを使ってきたんで、次使ってくるまでもうちょいかかると思うんですよ。これ確率じゃないの。でもいや今見た感じ単ごとになんかパターンあると思うんですよ。そうか、じゃあここは多分次はもうマハジを使ってこないと思うんですけど、信じていいのかい。まああくまで予想ですけどね。おいおいひよってんじゃねえよ。回復しましょうよ、回復しましょう。いや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 、俺の策で多分間違いないと思いますよ。じゃあ上に回復入れの、メディアを入れの、で、やばいよほらバーバー。いやほらほら、ほら怖い、マハジョじゃなかった、あれなら耐えれる。怖い怖い怖い、私も頑張るね。これいい感じじゃないですか、これでいけるかな、これで全回復なるかな。どうや、やっぱりな、やっぱりな。残り1体です。これ立て直せましたよ。でもまだ半分だからね。あと SP がやべえ。うん、まだヘイトは効いてるから、何かでも使ってない何かがさ、とりあえずヘイトイーター聞いてるからすっかじゃないですか。自分にスクカジャをかけの、お前は何か役に立たないのか陽介、何かないのか。いや、まあ、単純にアタッカーとしてさっきから結構活躍はしてるんですけど、麻痺やってないよね。でも魔法やってます、魔法陣やってない、うん、これが効いたらでもこいつは前に使っていきますからね。そうだね、ジオ封じになるけれど、やばい、ないないない。あ、これアイテムで回復した方がいいんじゃないですかね。うん、SP 回復どれだ、 なかったら、え、嘘ない、え、おい、ない、あ、ソーマの種族だけ、え、嘘、待て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 、え、こんなんで FOE に挑む、こんなんで、もう3個ぐらいあるでしょうよ普通。こんなアイテムで FOE に挑むんですか。まあでもゼントレそんなに効いてなかったからアタックにしよう。マジで、え、入れ忘れたとかじゃないっすよねアイテム。ねねえねえ。俺が FOE に挑む時ってアホほどアイテム用意ちゃんとしていきますよ。なかなか消耗しない敵に増えるマフィアの愚痴、戦況はさらに厳しい状況に。これはでもこれ使っといた方がいいんじゃない。浮かめないですね、うん、だから次何ターン後に使ってくるかちょっと分かんない、うん、あ、ダメだ、これはどっちに、ワインドボイスだ、おーい、この2人か。でもリフレッシュ使えるやつが残ってるから、うん、ゆかり回復しないかな。
サブリーダーは麻痺してます。どうしようかな。動けないかもしれません。体が動か、動かせない。安全策を取るか。ゆかりがでもやられてるのはちょっと怖いな。もう何ターンもこれ続いたらまずいから、最初突を回復させた方がいいですね。とりあえずじゃあアタックのもう削り優先で、アタックの本当はね、主人公 P3 の主人公にブフを入れたいところですけど、あれでも、あそうもう使えねえんだよ、スピード速くて。そうリフレッシュが、そうな、使えるっちゃ使えるけど怖いから、えい大丈夫かな。よし、通常攻撃か。うん、まあヘイトは寄ってるから今はとりあえず問題ない。ゆかりっち火力が足りねえな。くそ、あダメだな、効かねえな。効かないね、癒しの敵あれも切れてるし。ペルソナ出血体サービスしすぎたかも。ほら SP がやばいぜ、 SP 切れになってきたぜ。どんどん、ソーマの雫ってあれ一人だけ SP 回復、全員じゃなくて一人だけだったよ。しかも25とか、あ SP を25回25回復するのかと思って今ちょっと喜んじゃったじゃん。そんな神アイテム存在しないっすよ。だったら FOE に挑ませる理由も合点がいくかなと思って、でもね、各1種類ずつくらいしかないっていうのは、これはどういった意図で勝たせるつもりがないとしか。そうなんだよね。だからさHP を削る技はもう危なくて使えないんだよ、ね、もうあとは本当にアタックで削りつつ持ちこたえるしかない、ね、これもね、あのソーマはゆかりっち用に取っとくしかない。そうなんだよ、私もそう思った。他はもうで、あとは上げて、あやばマジョだ、くわしかもウィークじゃねえか。やめてくれ、ダウンしちゃった。うん、ぐったりしている、やめて。これ魔法陣をさ、なんでさ効かないかな。効かないですね、どうしよう。これは次にゆかりっちメディアで、とりあえずアタックですかね。そうだね、これでね、リュカイチの SP が消えるまでに決着がつくかどうかですよ。あやばい、まず外すか、いけいけ、もう一人ぐらいブフ持ちいてもいいんじゃないの、ね、あーっとー、食いしばり持ってんだ、よかった。食いしばった、よかった。いや、 やっぱり常に1ともいと全開に溜まっとかないとまずいですね、これ。一緒に持って帰るわ。次ディアじゃない。マジ？くそ。ヘイトイーター切れてないですよね。ヘイトイーターどうなんだろう。切れてるんじゃない？じゃあ次使った方がいいですよ。マジか。マジか、もうでもあと3回ぐらいしか使えないのよ、きっと。いやでもそれまでに痛い攻撃を防げると考えれば。まあコスト的には悪くないんじゃないですかね。どうせ番長アタック要因だと思いますし、最後の畳みかけにタルカチャを取っといた方がいいのかな。 そうですね、それとも今のうちに削るか。でもどっちも同じだと思いますよ、今のところこれ。そっか、キーディアディア陽介持ちこたえるか。あでも3溜まったから次からいけるんじゃない。怖いよ、頼む、そう寄せてくれよ、怖いよ。あー先にこっち来た、あーやばい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 かーゆかりやばい、これはやばい、これはパトラ使うしかないかな、動けねえ、いやお前が裏動けないな、どうでもいいんだよ、ゆかりっちだよ。辛辣、陽介だって頑張ってる、陽介だって頑張ってますよ。なんで24しか たまたまこいつと相性が良くないだけで、きっと。なんで24しか、以上陽介だって活躍の場はあるはず。ちょっと待って、リーダースキルでなんか癒しの風じゃない、回避率を上げるか、ターン終了時に、これをしとくか、とりあえず入れて。でももうなんだかんだ半分まで削れてますよ。今の道をもう一回やるんだよ、
行きます、行きます。もうけるかな。もうワンセットならこのギリギリ耐え切れると思います。本当、ただ一目で減ってくると挙動が変わる恐れもなきにしもあらずです。ちょっとさ、ディフェンスしていいかな、陽介。そうですね、なんかダメな気がする。多分ね、ディフェンスしてもね、耐えきれない、あのダメージは。本当、うん、だから本当気休め程度だと思いますけど。どうだろう、いけるかな。なるほど、キャー、あー、よし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 、これメディア使った方がよかったな。まさかこんなことになるとは、うん、あ、でもまあ、まあ消回復のおかげで、うん、立て直しは成功しました。どうしようか、僕は落ち着いていった方がいいです。あ、パトラ使った方がいいかな、番長がしびれてるしな。いや、でも的になってくれればいいから、パトラいらないんじゃない。いやー、でも何ターンで切れるか分かんないですよ、マヒ。そっか、次ぐらいで切れそうだけどな。でもそろそろあとさ、ジオ系が来そうなのも、うん、使っとく。班長のスキルが現状使うものがないから、じゃあパトラ使っとくか。うん、安全策取った方がいいですよ。で、陽介攻撃させーの、させーの。ゆかりっちどうする？リアじゃないですか、普通に。壁が多分次の一撃で死ぬと思いますので、これか、うん、ひとまず80ですからね。あー、もう主人公に回復に回したくないな。来ちゃったよー。攻撃焦ると死にますからね。うん、そろそろあと何ターンでとか数えてみる、これジオ。いやー、このパターンで来て残り何ターンくらいで来てます？3ターンごとくらいに来てます、これ。いや、そんなに来てないかな。ジオ受けて危なくなったのって3回くらいじゃない？今4回、5回、うーん、少なくとも、なんだ、雷属性の殴りの後に来てません？あ、そうかもしれないね、うん、どうしよう、ゆかりまだいいんじゃないですか、これまだ持ちこたえるかな、うん、あ、もしくはここでリーダースキルで全体をやるか、こっちか、命中率と回避率を上昇。多分ね、次雷の殴りなんですよ、うん、さっきの覚えてるんですけど、うんうん、もしパターン通りなら、だから1人に対してでっかいダメージ来るんで、どれに来るか分かんないから、とりあえず全開にはしといた方がいいと思います。一撃で多分死ぬ。ヘイト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 寄ってることは寄ってるんですけど、うん、確定ではないですからね。確定ではなくて、バクチーとしては番長全開させて祈るか。そうだね、うん、そうだね、いいんじゃないですか、祈ってみても、うん、祈ってみるか、ヘイトイーター使って、スクカチャ、まあ、続いてます、ヘイトイーター。どうす、続いてない。じゃあもう切れてるのを使った方がいい。これがちょっと切れてるとか切れてないとかどこで判断したらいいか分かんないんだよな、まあ、表記はないかな、ないんだよね。じゃあ、このボタンで切り替えられるみたいですよ、なんか、ん、ないか。あ、こういうこと。あ、ついてるついてる。ついてるか。ついてるついてる。ヘイドイダー一旦残り一旦だから、スクッカーで重ね掛けして耐えるっていうのもあり。なるほど。どうしようどうしよう。スクッカーじゃでも八も使うんだよ。痛いな。じゃあもうこのターン使わないでおきましょう。じゃあ。よし。持ちこたえるでしょう。うん。じゃあアタックのアタックのアタックの。いや、ここでアタックじゃ多分危ないっすよ。かなりギリだと思いますよ。メディアじゃなくてディアでいいんじゃないですか、番長に。だってさっき爆死するって決めたじゃ。そっか、じゃあディアで。いけ、次の殴りがあれ来るかどうか微妙ですけど、パターン通りなら来る。あ、違う、通常攻撃だ。あ、ほらやっぱ番長来た。くそくそ。でもまあこれは読めてたからいいんじゃないですか、うん、味方のスクカジャ効果が切れたよ。ここでこれじゃないですか、うん、畳みかけ命中使い重要、うん、いきます。でこれで回避してくれればいいんだよな。回復用に取っとくか、これ使うかですよ。
回復用に取っとこうか、だったらブフ入れて上げた方がいいかな、そうですね、3とかにしちゃった方が、もう半分切ってますから、そろそろですよ、倒せるかな、ラストスパートです、危なかったけど、こっちは危なかったよね、いけるかな、ゆかりっちはこのままいいですか、アタックでいいんじゃないですか、とりあえずは、うん、あでもまだ雷作るかな、雷まだ次のターン来ないと思うんですよ、じゃあ次のターンで入れようか、次のターンで入れた方がいい、でも次のターンでさ誰かが死にかけたらもうさ回復手一杯だよ、そうか、入れといた方がよくない、じゃあ入れときますか、よい、次もしかしたら雷属性が殴り来るかもしれないです、頼むぜ、あやっぱ来た、キャー、あーダメだ、やっぱウィークでヘイトが寄ってないと一撃で死ぬんだ、今じゃ遅いんだよ、あーっとこれはね、アタックと小回復で粘るもまさかの一撃で絶体絶命のピンチに、もう違いしない、ある、ある、まだある1個ある、じゃあもう本当にこれが多分ラストチャンスになると思う、うん、一体書いた状態ではね、しちゃったからもうこれはユカリッチに使うしかないでしょ、うんうんうん、でこれのどうしようか、ほらもう一人だけ雷の壁がないんだよ、やばいよこれ、いやとりあえず生き返らせて回復でしょうね、よし、うん、いや私は今思ったよ、うん、違う違う、アイテムの攻撃力が少しでも低い方に、うんうん、まあまあそうですよ、うん、その判断は非常に正しいですよ、自分にそしてゆかりっち頼んだ、うん、まだ持ち直せると思いますよ、64だから怖いよね、ちょっと、うん、次攻撃もし来たらやめて、おしまいですよ、危ない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 、一刻も早くメディアが欲しい、よし、それか回復のリーダースキル使うか、あれリーダースキルいっちゃう、これリーダースキル使うかゆかりっちまで待つ、でもゆかりっちの来るまでの間に、ね、遅いんだよね、ちょっと足が遅いから、なんでだよ、これリーダースキルで回復した方が安全です、ね、安全だよね、うん、よし、しょうがない、使おう、そしてブフも入れよう、いやいけますよ、ギリギリいけますよ、多分あれ小回復だっけリーダースキルって、小回復です、じゃあ陽介には入れた方がいいか、多分アイテムもこれから全力駆使した方がいいと思います、もはや中盤なんで戦闘も、いやでももう傷薬とかしかいいんじゃないですか、使う、うん、少しでも節約するために、そしたらユカリッチに使わせて、うん、あでも遅いんだ、遅いですユカリッチ待ってたら死にますわ、要するユカリッチどうしたのよじゃあユカリッチが攻撃かな、それうーんこれでいいですか、それとも危ないですか、もう一回危ないかな、もう一回あれ入れとく、雷の壁、消回復はどの程度かですけど、まあ、雷の壁はだって一番ウィークの人についてないんだよ、そうなんだよな、消費がでかいんだよな、でも雷の壁どうしよう、でも次お亡くなりになったらもう火起きたら死ぬから、やっぱ使った方がいいですね、多少ないともうダメージ減らせることを期待して、しょうがない、もう使おう、どの量の量か、あ結構あ結構するする、いけるいいんじゃない、これは使わせてもらうぜ、よしよし全開全開、これで耐え切れる、あとはもうブフが何回撃てるかによるんじゃない、マハジオ来た、バカもう、あでもマハジオならまだ耐えれる、ゆかりっちゃ遅い、ゆかりっちゃ遅い、これメディア使った方が良かったな、でも読めなかったな今の、ゆかりっちゃ遅い、あ弱ってる弱ってるけど、弱ってるぞ、来てるぞ来てる、流れ来てる、弱ってるけどここから長いって絶対、へいへい、ビビってるビビってる、ビビってないよ、ビビまだいけるよこいつやばいよ、へいへい、ちょっと待って、リーダースキル使っちゃおう、癒しの風使っといた方がいいかな、それとも貯めた方がいいかな、いいんじゃないですか使っといて、いいか使うか、回復効果に期待して、うん、そうだよね、怖いよ、もうみんな攻撃でいいよね、これメディアじゃないですか、メディアかな、癒しの、あ違う、これ癒しの
風でなんとかなんないかな、なんとかなと思って次誰に攻撃来るかなんですけど、ヘイトイーター続いてます？ヘイトイーター続いてない。あ、やばいなこれ。ヘイトイーターを使ってみる。うん、使った方がいいですよ。だって他のやつにいたら多分一撃で、ね、死にますからね。よし、他になんか使える。タルカジャか、タルカジャしょうがないから全トレイとかに使ってみる。いや、タルカジャよりもなんか他に使えるものだって。ハチ使えるのってさ、ガルだけどガルそんな効かなかったし、あとは封じ、うん、最後のワンチャンで封じ、うん、即封じ、ワンチャンかけてみます。じゃあワンチャンかけるか即封じに。さっき聞きましたよね一回確か。じゃあ効かないかな。でももうターン結構経ってますからちょっと使ってみましょうよ即封じ。この選択が2人の運命を決める。回復は主人公にディア作った方がいいかな。さっきからなんか主人公にダメージよくいってる気がすんだよな。怖いな。じゃあディア使っとくか。でももうないんだよ。あとメディアがギリギリだな。1回のこのターンを使わずに乗り切るか使うか。このターン乗り切ったら勝ちだと思うんだよね私。やっってみますか。俺は使った方がいいと思う。怖い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 。とりあえずりょうさん思う通りにやってみてください。ここまで来てさ、はい、この時間この 人数のスタッフの皆さん、はい、この撮影したテープ、はいはい、無駄になる可能性が。いや、そしたら全責任をカナダさんに押し付けるから。相手の用意者カナダさんに押し付けるから。じゃあダックかな。SP 消費を抑えるために回復せずに乗り切ることにした二人、果たして。いける、いける、いける、いける。お願い、敵や、癒しの風でアンドラス。これヘイトイーターが効けばさ、効けば持ちこたえる。うん、頼む、力を。封じろ、封じろ。あ、行ったのか。行ったんじゃない今の。今の賭けに勝ったんじゃない。勝ったかな、うん、はい、いける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 。おーし、おーし、おーし、おーし。これしばらくディアしなくていいパターンよ。いい流れ、畳みかける。ここ畳みかけるべきですよこれ。ちょっと待って待って、ヘイトイーター1個残しとこう。ええ、よし、じゃあもうもうそうですね、もう一斉攻撃ですかね。これは SP がギリギリだから一斉攻撃でいいですか。一斉攻撃でしょ。もう最後のブフです。これでブフ打ち止め。やばい、リーダースキル使えなくなっちゃう。いける、いける、いける、いける。怖い怖い。マインドボイス、かあ3人か。まあまあ、でもでもでも、リーダー麻痺が溶けてないですよね。もうブフが使えないよ。使えるのこれ。これなんかゼロゼロって書いてます。何これ。あれ、さっきからなんか主人公、そうだ、消費ゼロって書いてあるけど、違う、大丈夫なの。なんでだ、これなんか特別なものを装備してんのかな。なんかの効果なんですかね。ブースト状態、バトルで敵の弱点をついたり、クリティカルが出るとキャラクターがブースト状態になります。ブースト状態の仲間は次のターンでスキルをコストなしで使用できます。二人もようやく気づいたみたいですね。あ、ブースト。なるほど。なるほど。そんなことがあるのか。え、じゃあその時にかければいいってこと？これいけんじゃない？非常メメントとかで一気に一撃解放できますね。でも何回使えるのっていう話だよ。ブースト中。いけますね、ブーストまだ。ワンターン。弱点をつけばまたブーストになるから。だってじゃあじゃあじゃあこれはそうか、スキルを、うん、じゃあこれは、うん、スキルをつけてブーストさせてにすればいいんじゃない。うん、次で今 SP いくつ残ってるんですか。 6。これもう1回しか使えないんじゃないですか、次ブーストかけるにしても。うん、え、じゃあ使った方がいいのかな。使った方がいいんじゃないですか、メメント、メメント、うん、
使うか。これ次第で多分負けるか勝つか結構変わってきますよね。そうか、もう残りの一モイト的に。もうここ頼むよ。あーでもな、マハジオとあの殴りが残ってんだよな。怖いよ。しびれとるかな。まあ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 、よーし、いいぞいいぞいいぞ、オッケーオッケー、いいぞ、オッケーオッケー、持ち直した持ち直した。そしてあーもうブフが使えない。あーブフはダメか、8しかない、8かな、6が弱点もつけられないよ。こうなったらもう殴るしかないっつね。そうだね、今どんだけまだあと1あるし、1回残ってるか。オッケー、このターン殴っときます。うん、もう殴るしかない、殴るしかないですね。運を天に任せるしかない。運を天に任せてぶつぶつで殴る。クリティカルとか出ればまた本当ですよ。それおーやってきた、いやー、来た、おおおおお奇跡的な、今奇跡的な外しを見ましたね。これいけますよ、天が味方しますよ。いや分かんない、最後まで分からないよ。これはねちょっとね、だって次来たらもうやばいよ。我々に勝てと言ってますよ。うほー、これ多分次のマハジオまでに倒せますよ。本当、あ、たまった。最悪これでなんか癒しの風とかで、よしよし、あれなんか妙に外すなこいつ。あ、今あれだから使ってる、あ、これでなくなったんじゃない、素早さが封じられてて、やつが。そうか、あれやっぱり爆地が成功しましたね。よかった、最後の1個だけ封じ効きましたね。どうしよう、これ倒せますよ。もう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 癒しの風とかしとく。いや、いらないと思う。いらない、これ使うまでもなくこのターンで終わるんじゃないですか。殴りましょう、殴りましょう。 私癒しの風をしたい。あたり癒しの風をしたい。じゃあ使いましょう、使っても損はないですから、ね、うん、殴って終われ、とどめだとどめだ、終われ終われ、これいけますよ、終われ終われ、いけ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 、終われいけいけ、あれ終わってくれ、よーし、やったー、見事撃破ですよ。やっぱり我々の貯金は正しかった。これなんかドロップ、おこれぐらいだ、おーだ、すごい成獣じゃないですか。やったー、全員しかも生存で撃破ですよ、ね、すごい。ちなみにどれぐらい失敗すると思ってた感じですか、我々が。いやもう絶対負けると思う。あのアイテム絶対負ける。アイテムを見た時にちょっと震えが来たよね。いやこの人殺す気で私たちを。我々のねペルソナと世界中の知識は見誤ってた。よかったよかったよかった、うん、よかった。いや、いい絵だったんじゃないですか。いやー、これは勝てた。いやー、疲れた。つうかノーマルぬるいっすね。そんなことないよ。もう T3 の主人公がね2回お亡くなりになった時に終わったと思ったからね、私も。これハードでもいけたな、これ。やめてやめてやめて、これハードでもいけたわ。いやー、よかった。いかがでした、視聴者の皆さんもぜひ2人の戦いを参考にしてみてくださいね。ペルソナ級シャドウオブザラビリンスは6月5日発売予定。お楽しみに。